私は今年、自分で作った歌を人前で歌い出してからちょうど40周年の記念すべき年を迎えましたが、まあ、ここらで普通拍手があるんですけど、まあいいです。ちょっと今日は打ち合わせが悪いようでありますけど、次に一つラブソングを歌いますけども、この殺伐とした時代において果たして皆さんの感傷に耐えうるものであるかどうか。今書き留めたい
君に捧ぐ Love Song 今書き留めたいい歌君に捧ぐ Love Song